依頼者の IT 企業の社長の愛人を口説いて別れさせてほしいの。社長との不倫の悩みをまだ抱えているはずなのに、いつもこの笑顔。自分の役を忘れそうになるくらい俺の気持ちは激しく揺さぶられる。お待たせ、森永よりし。あ、これか。あ、いや、そこじゃなくて、こっち。チャンドンピンチに行ってもらえば。意味わかんないんですけど。好きです。頭の中いっぱいいっぱいでバグってた。今度温泉デートの特集することになったんだけど、私の代わりに取材してきてくれない？今日は美月ちゃんの日なんだよ。満月。12月の満月はコールドムーンって言って、1年を締めくくる特別な月なんだって。今夜部屋から見れたらいいね。